なんか変だよこの船。全滅なら全滅でいいよ。病気とか餓死とか原因はいろいろあるだろうし。昨夜知ってる？乗員全滅の原因ね。変わり種のだと船員同士がラリってどち狂って最後の一人になるまで殺し合って、そして残ったのは自殺したっていう。小麦粉がバイ菌に汚染されてたんだけど、その菌ってのがさ、幻覚剤に使われるのと同じ成分を含んでてね。それで焼いたパン、乗員のほとんどが食べちゃったんで、もう最後よ。毒のパン、置かないよ。プロ、なんだかパンが食べれなくなる、そうな感じ。あんただって人のこと言えるかい？四六時中ラリってるみたいな面してさ。とにかく幻覚パンの話は話としても、それだって血の跡とか死体とか残るでしょうよ。でもこの船はそれさえない。何があったってわけ？みんなしてお魚と恋仲にでもなって仲良く海にでも飛び込んだ？それとも翼が生えてくるとか雪病にでもかかってみんなでお空に飛んでった？でもそうとでも言わなきゃ説明もつかない。いや、そんな突拍子もない話でも説明しきれない。見てよこれ。これ、食べてる途中だったみたい。ってことは、乗員が一斉に示し合わせて何かやったとかじゃなくて、いつものように何かしてた時に何かがいきなり起こって、それでみんながいなくなった、そんな状況だったんじゃないかな。その何かってのは何よ。それが分かりゃ苦労はしないっての。
まずい。昨夜のいつものバカなのに、ついうっかりそれもありかもとか思っちゃったよ、私。私も、いやいや、待て待て、落ち着こう、私。さすがにいつ発見されるかもわからないような海のただ中に、いつ来るかもわからない誰かをおちょくるために船丸ごと捨ててくバカがいたら、そいつは昨夜以上の上級バカだ。ねえ、これってやっぱり。メアリ・セレステ号事件。そんな決体な事件が二度も起こってたまるかって言いたいところだけど、これだけ状況が同じだとね。だから船一隻無駄にして、しかも別に壊れてるわけじゃない。この不景気な世の中でそんなアホがいたら、私が全財産身ぐるみ剥いでくれるわ。じゃあ、ここ何か残ってるかも。アメちゃんとかないかな。まさか黒に教えられる日が来るとは考えてもなかったのことよ。昨夜なんかよりよっぽどね。そうだよ、別に乗組がどうなったかなんざ、私らには便所神よりどうでもいいことだった。クロは先生違うよ、船長だから教えるとか違うもの。いいや、クロってば言ったろ、何か残ってないか、アメちゃんとかないかって。
そうそう、あたしらそもそも船員が全滅してたら金目のものカッパ号って、それで乗り込んだったんだ。いなくなりてえやつは勝手に消えてりゃいい。何があったにしてもあたしらには関係ない。よし、残りの区画も手分けして探してみよう。あたしとシサム、クロとサクヤね。下心丸見えだっつうの。それに忘れたか、あたしら二人下手に引き離しておくとどうなるか。なんか匂いがする。僕、暗くてよく見えるないね。あと、あ、ランプ。つけると中もっとよく見えるからつけるといいよ。黒がつけてあげる。
いてた。うん、聞いてた。財布とタルコールでしょ。ああ、私たちの方も目ぼしいもんは何もなかった。どうにも無駄足だったね。そうそう、あとはこの船の船長の日記くらいかな。かな、ほらこれじゃあね。残ってる部分も大したことは書いてなかった。読めるんなら読んでもいいけど退屈だよ。バカな金持ちってのが本当にいただけ、否定できなくなってきたかな。まあ他にはめぼしいものはないようだし、諦めてうちらの船に戻ろっか。そう、結局何があったのかはよくわからない。もしも続きが残ってたなら話は違ったかもしれないけど、亡くなってんだからどうしようもないよ。